皆さんこんばんは。おすずの恐怖部屋の案内人、すずです。今回は、ネットでまことしやかに囁かれている、ポケモンの都市伝説をご紹介します。皆さん最後まで、お楽しみください。モンジャラは、マサラタウンの水道に出現するポケモンです。その昔、小さな女の子が足を滑らせて、水中に落ちてしまいました。川の中のツタに足が絡まった女の子は、そのまま溺れてしまったんだとか。そして、モンジャラというポケモンになってしまったのです。その証拠に、モンジャラは長靴を履いています。デジ系ポケモンは、戦争と関係しているのでは?と噂されています。デジ系ポケモンは、ルビー・サファイアが初登場。デジロック、デジアイス、デジスチル、デジギガスの4種がいます。また、ルビー・サファイアの舞台は、方園地方で、九州がモデルです。デジロック、デジアイス、デジスチルが登場する場所を、実際の地図と照らし合わせると、長崎、大分、宮崎となります。また、デジギガスがいる場所は、平和の礎がある場所となっています。デジ系ポケモンが太平洋戦争や原爆と関連していると指摘されるのも無理はないでしょう。そして全員格闘タイプに弱いのは、格闘イコール武力を表していると言われています。パラセクトは背中にキノコを背負ったまるでヤドカリのようなポケモンですが、分類ではキノコポケモンとなっています。また、図鑑の説明文では、キノコがパラセクトを操っていることが、明確に記載されています。虫の方でなく、キノコの方がメインなのです。キノコが操っている虫部分が、生きたまま操られているのか、死んだ虫を操っているのかは、図鑑の説明にはありません。死んだ虫が操られているとしたら、虫部分はゾンビ化しているということでしょうか。そう考えると、なんとも気味が悪い設定ですよね。正体不明のポケモン、ミミッキュの中身は、ポリゴンではないかと噂されています。ミミッキュは、登場時、20年前から、ピカチュウへ恨みを持っているとされており、ピカチュウそっくりの布をかぶっています。20年前といえば、アニメの中の、ピカチュウの電気技の表現が過剰で、体調不良を起こした視聴者が発生しました。俗に言う、ポケモンショックが起きた年で、その放送回の主役が、ポリゴンでした。その後、ポリゴンがアニメのポケモンに登場することはなく、それに恨みを持っているポリゴンが、ミミッキュの中身なのでは?と噂されています。ダイヤモンド。パールから登場したプラズマポケモン、ロトム。ロトムの鳴き声をスロー再生すると、助けて、と聞こえると言われています。しかもスローにすると音が低くなるので、なんとも苦しそうなうめき声なんだとか、動画サイトでは、それを実際に試してみた動画があります。実際に、助けて、と聞こえるかどうかには、かなり個人差があるようですが、なんとも不気味ですよね。スプーンを超能力で曲げる超人キャラとして有名なユリゲラーがポケモンで登場するエスパータイプのユンゲラーに対して自分のイメージを勝手に使われたと訴え約100億円の損害賠償を求めた事件がありました。しかし、このユリゲラーの訴えに対して任天堂の弁護士がもしこのポケモンにユリゲラーが酷似しているというならばこの場で超能力を見せてください、と反論したことで、任天堂側の全面勝利となったそうです。こちらは都市伝説というより、豆知識ですね。ゲノセクトは、アメリカ同時多発テロと関係がある、と囁かれています。ゲノセクトは、ブラック2、ホワイト2で、初登場したポケモンです。メカのような見た目で、高速飛行形態に変形するという特徴を持っています。2013年には、ゲノセクトをメインとした映画、新速のゲノセクト、
ミュウツーの覚醒が公開されました。新速のゲノセクトの舞台はニュートークで、モデルとなっているのはニューヨークです。また、ゲノセクトはゲーム内でレベル11でロックオン、レベル77で自爆という技を覚えます。アメリカ同時多発テロでは、アメリカン航空の11便がワールドトレードセンターに、77便が国防総省に激突しました。そのため、これらのことを紐づけて、ゲノセクトは2001年にアメリカで起こった同時多発テロをモデルにしていると考える人もいるようです。当然ながら、これは公式に発表されているものではなく、単なる偶然です。今回は、ポケモンの都市伝説をご紹介しました。信じるか信じないかは、あなた次第です。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。